リクト。ダメダメタコー、ありがとう。3月とかも行くしんよ、ありがとう。リュウツさん、ありがとう。エラちゃん行こうよ。ラオヤありがとう、握手もありがとう。一世ありがとう。あー、ゾロミケさんもありがとう。今の席だけで iPhone って分かった、すごいね。iPhone と同じ部屋なの。カズさん、ヒデポンありがとう。ユタカありがとう。マサミくんありがとう。そう、iPhone やばいの。やばいよね、iPhone 声。喋ろうか。うん。うん。ヤッホー。やばいって。え、じゃあ、あれやって。キャッチフレーズやって。世界って可愛かった。ありがとう。やばいでしょ、 iPhone 声めっちゃ声枯れてるの、超かわいそう。ごめんね、みんな今日来てくださった方いるかな、申し訳ないです。ああ、オビワンケオビさん、オビケタワー5本ありがとう、ありがとう。クマよ、ありがとう。今日会えて嬉しかったよ、ありがとう。オビケオプサランヘイ、ありがとう。ありがとう。ありがとう、オビケン。楽しかった、ユラも。めっちゃ楽しかった。もう本当にこの2日間幸せすぎて。幸せいっぱいです、本当に。ゆうちゃんのさ、ショールーム一人さ、タコ手持ちやから、うん、そう、今日は iPhone とね、そう、マイキューとね、ショールームしてるじゃない、あの同室なんだけど、もう iPhone はこんな感じで声がもう電子全然、マイちゃんちなみにね、何食べとるか教えてあげようか。牛丼食べおるけね、この時間に。しかもあれ、よくまいちゃんめっちゃおもろいのがね、昨日もね3人部屋だったんだけど、カメラさんありがとう。あのなんかね、まず帰ってきたとったんね、あのね、まいちゃんがもう死んだように倒れとって、ベッドの上で、あの布団の中にも入らず気を失っとって、で iPhone が一番最初にあのお風呂に入ったんですよ。でその後にユラがお風呂に入って、さすがにあのまいちゃん起こさんとやばいと思って起こそうとしたんじゃけど、もうねほんまになんかはぁはぁ、私記憶ないよね。記憶ないでしょ、絶対全然起きてくれなかったの。めっちゃ起こしたけど、そう、一回起き上がったけどパタンって倒れた。記憶がない。え、この部屋に来た記憶もそんなない。もう怖いから。やばいってこの人。ヤポンありがとう、ショウヤありがとう、ハヤタありがとう、ハシありがとう。あ、七部握手会プラス、そう、新幹線移動もあったしね。ねねちゃんありがとう。なんか iPhone ね、最初なんかちょっと声が枯れかけの時にちょっと楽しくなったのか知らんけど、なんか橋本環奈の声みたいみたいなこと言い始めて。違う、誰かな、のんちゃんさん、わからん、確かじゃないけど、誰かに iPhone 目をつぶったら橋本環奈さんみたいだよって言われたから、うん、みんなに言っとったけど全然誰も言ってくれんかって、どんどんひどくなって、それどころじゃなくなっちゃった。やばかったよ。誰かが言ってくれた。あかりんさんにはちょっと好きになったって言われた、うん、ハスキーになって。そう、でもなんか女の子って鼻声の声の方が可愛いみたいなのあるけど、 iPhone の声はなんか行き過ぎてなんかもう可愛いとかのレベルじゃない。ほんまに。レモンティー飲んどるから大丈夫よ、みんな。
でもね、朝から頑張って夜までね頑張ったけんね、きっとアイポンもこんな、いやえ、そうなの、制服図鑑の時の声はゆら枯れてんの、マジめっちゃ枯れてて声出なくって、その時のままなの。そうや、やばかったわ。そう、枯れたままの声がね使われちゃったの。メイジーさんありがとう、こんばんは。なんかでもドラフト生初めてだったんですけど、あの STU の小悪、なんか小悪ってさ STU だけやんか、 STU のためだけに会いに来てくれとる人がこんなにもいてくれるんだっていうことにすっごくびっくりしました。嬉しかったです。